新型コロナウイルスの感染予防のためのマスク着用が見直され、学校でもマスクの使用は個人の判断に委ねられました。果たして新学期を迎えた校内に変化はあったのでしょうか。広島市中区の袋町小学校でも今月7日から新学期が始まりました。文部科学省は4月から学校でマスク着用を求めないことを基本としていますが、5年生の教室では多くの児童がマスクをつけていました。元気だからこそ油断してたらなんか危ないからつけるようにしました。大きく変わったのが給食です。3月まではビニール手袋をつけて配膳していましたが、新学期から不要になりました。前向いてるから喋っても OK、 楽しく食べんちゃう。食事の様子にも大きな変化が。これまでは静かに食べる黙食が基本でしたが、大声を出さないなどのマナーを守った上で会話しながらの食事が可能になりました。久しぶりに戻ってきた笑顔の給食時間です。土日何したとか面白かったとか喋って楽しかったです。今日はなんかすっきりして喋れるっていうか、コロナがなんかあれコロナが怖くなくなったんだっていうのがちょっと分かって嬉しかったです。賑やかだったし盛り上がったから結構楽しかったです。コロナで小学校の行事とかがなくなってるからそれをしたいと思います。ずっと黙食を頑張ってきていましたので、喋っていいよって言って嬉しそうに楽しそうに喋る子どもたちを見ると私も嬉しいなと思います。来月には新型コロナの感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザなどと同じ5類に移行します。学校では今後机を向かい合わせての給食なども検討するとしています。